H&K PSG-1 は、ドイツの H&K 社が、対テロ特殊部隊向けに、同社の G3 をベースに開発した、セミオートマチックの狙撃銃である。なお、PSG-1 とはドイツ語で、プラシナフトセンジェアや1を意味する。開発の元となったのは、1972年9月5日に、発生した、ミュンヘンオリンピック事件である。この事件では、当局の不手際と装備の不足から、 人質となった9名のイスラエル選手全員を呼び、警察官1名が死亡する惨事となってしまった。この事件により、西ドイツ政府は、銃器メーカー各社にセミオートの狙撃用ライフルの設計を依頼し、その結果、H&K 社の PSG-1 が採用された。また、当時、ワルサー社が WA-2000 を開発したが、PSG-1 と同じく7000ドルと高価だったため、 採用には至らなかった。もともと、オートマチックライフルは、ボルトアクション方式のライフルに比べ、構造が複雑で、命中精度が低下するため、狙撃ライフルには不向きであった。しかし、セミオート式は、ボルトアクション方式のライフルに比べて重量はあるが、複数の標的に対する対応が素早いという利点がある。PSG1 は G3 の中から、 特に命中精度の高いものを選び、これをもとに熟練した重機職人が手作業で製作することで、セミオートマチックでの高い命中精度を実現した。これには G3 がガスポートを持たないローラーロッキングディレイドブローバックだったため、バレルのフルフローとかが容易であったという理由もある。ストックは繊維強化プラスチックでできており、伊手の体格に合わせて、 パッドなどのサイズ調節が可能になっている。現在、ドイツの GSG-9、イギリスの SAS、韓国の KNP SWAT などの各国の特殊部隊、特殊警察部隊に配備されている。また、日本警察の特殊部隊及び海上保安庁特殊警備隊などに配備されているとも言われている。日本国内では少数ながら、狩猟用途で所持許可されている個体もある。 値段は7000ドルと高額なため配備される部隊は限られているのが現状である。さらに構造が複雑で繊細なため整備に手間がかかり有効者距離が比較的短いことなどから一部を除くとほとんど使用されていないとも言われている。トルコでは円形車がタファン -80 としてパキスタンでもポフが PSR-90 としてライセンス生産している。 SRQTH&KPSG1 の登場作品を表示するには、右の表示をクリックしてください。3時となった経緯は、ミュンヘンオリンピック事件人質救出作戦の 失敗要因を参照 http://www.spcialoperations.com/.forin/.albania/.deholt.htmhathttp:/.www.visier.dehslashbuilder/.pdf/.visierinholt.1996 から2008 pdf ハットバートラックシャックジャショナルセキュリティガーズバートラックシャック2009年10月2日閲覧アンオフィシャルピストルズページエキップメント http コロンスラッシュスラッシュ usp.lu u n o f f i c i a l w e b s i t e o f ユナイトスペシャルオフィシャリエンドースト、lu United Special, ed, 2009年10月6日閲覧 l ユナイト d インターベンションデラポリス・ラキシンバー・ジェス。レイズ・マガジン、2009年9月23日閲覧。ラスター、ジュアン・パブロ、UPS ・にダット・エスペシャル・デラポリシア、ラキシン・バーグ・ベイッサ。アームス・マガジン、2009年9月23日閲覧。A.B. トンプソン、リロイ、マラジアン・スペシャル・フォーセス。スペシャル・ウェポンズ、2009年11月29日、閲覧。 www.arres.atieteam.nl-scherpschuttersbbepoliti.2010、e、年6月18日閲覧。パクデフ・インフォ・パキスタンミリタリー・コンソーシアム・スペシャル・サービス・グループ。サード・スアリ・エム・サビール・スモン。 2009年8月15日閲覧。グループエスペシャルでオーペロスオネス、フースセルズでプリシジアン。www.policia.as.2009 年12月10日閲覧。スペシャルウェポンズ、フェブラリー2011週、ページ67から68。エニシング、エニータイム、エニーウェアザンオフィシャルヒストリーオブザフェデラルビューローオブ、インベスティゲーション。 S, S ホステージレスキューチーム、ありがとうございます。